イル・ド・フランス地域圏を移動しましたね。このパリ圏からちょっと見にくいよね。ウェルド・マルタ圏、オード・セーヌ圏、エソンヌ圏、イビリーヌ圏、ウォールエ・ロワール圏、ロワレ圏なんかを通っていくわけですね。この全部ね、高速の A10 っていうところを通っていったわけですね。で、このロエ・ロワール圏からはサントルベルド・ロワール地域圏なんですね。そしてロワレ圏、ドワール・エ・シェール圏、アンドル・エ・ロワール圏、ベエンヌ圏っていうところを通っていくんですけど、ここからヌーベル・アキテーヌ地域圏っていうところに入っていきますね。そしてドゥーセンベル圏、シャラントマリティーム圏かな。で、次のね、ジロンド圏がボルドなんですよ。ボルドで泊まると。ボルドで。ここはボルドのところね。で、次の日ね、ランド圏っていうところに入って、そしてピエネアンダンアトランティック圏っていうところに入るんですね。で、そのままスペインに入っていく。7カ国目のスペインですね。スペイン。バスク州。バスク州っていうのがあって、その中のギプスコア圏、ビスカヤ圏っていうところに入っていきますね。なんとかセバスチャンという町はここだったと思いますけども、他のね、細かいところの町はね、ちょっとね、今すぐわかんないんだよね、記憶がね。で、あとカンブリア州っていうところを通って、アストゥリアス州あたりでね、一回泊まったんですけども、なんていう町かどうかね、ちょっとね、調べなきっとわかんなくてね、今すぐわからなかったんですね。多分この辺りのどっかで泊まったんですよ。で、次の日、そこからまたね、だいぶ時間かかってですね、途中ガリシア州を通って、もう暗くなってからですね、ポルトガルに入るんですね。ポルトガル。ノルティ地方。ノルティ地方の川を渡って、最初のビアナド・カステロ圏っていうところに入ってホテルを探して泊まった。まあ次の日ね、またブラガ圏とかポルトの方に向かうという、そういう感じで動画がまた終わります。この内容の動画をですね、4分割、6分割、何分か分割して今回お送りしようかなと思っているので、よろしくお願いします。次の日の日記、スペインに入った後の日記だから、日付的には1996年の3月の13日ですね。フランスからスペインに入ってきて、しばらく移動してね、そして一泊して、その次の日ですね。この日は、スペインのね、北部の海岸沿いにずっと西に進んでいったんですね。日記に書いてあるのはこれだけですね。11時22分頃にガソリンを入れる。2000ペテサだから、まあ1800円ぐらい入れた感じです。何リットルかわかんないですけどね。で、4時半ぐらいかな。マックで500ペテサ。
450円ぐらいかな。駐車をして245、わかんねえな、245か、まあ200円ぐらいかな。ガソリンも4000で、ポルトガルにこの日入ったんだね。 51.午後は51キロ走ったってことですかね。まあ記憶的にはポルトガルに橋を渡っていって夜中に、一番最初にあったホテルにそのまま泊まったみたいな感じですよね。この日のホテルはポルトガル、ポルターポロール、8900ポルトガルのお金、8000円ぐらい。マトリクラダっていう場所。ペセツタ、ドイツマルクもなんか持ってたのかな、この時。この日の所持金ですね。日本円で、5万円ぐらい持ってたってことですね。もっとね、押し入れの中にあるものをね、探して出して出さないとよくわからないんですよね。ビドーバはね、まだね、近すぎるから、もうこんな街は遠いすぎていますね。ちょっと暗いな。おそらくね、オビエドとかね、そういうところ。